はい、おはようございます。ラスカルでございます。ということで本日もですね、先日撮影させていただきましたこちらボディーブローさんに訪れておりまして、結構直近で動画上げました。でなぜ今日キンキンの期間でまたボディーブローさんに来てるかと言いますと、前回の動画でですね、激辛の混ぜそば、そしてちょっとね、撮影外で普通にね、以前販売していたラーメンなんかも激辛のね、食べさせていただきまして、ものすごい美味しかったんですよ。でその際にお店の方だとね、あんまりこう激辛が得意な人が一人二人ぐらいしかいなくて、試作をする際に美味しいか美味しくないか、成功か成功じゃないかっていうところが判断しにくいということで、激辛も好きだし、ちゃんとね美味しいかどうかっていうのが分かる人に食べてほしいと言っていただきまして、今回ですね、10月の中旬以降ぐらいから販売を予定しているですね、次に限定で出る激辛のつけ麺を食べに伺いました。で、ただですね、その激辛のつけ麺を食べるだけではなくて、通常メニューですね、僕いろいろといただいているんですけれども、唯一油そばを食べていないということで、まずは通常メニューのね、油そばをいただきつつ、後にね、その激辛の試作のつけ麺を食べていこうと思います。で、もうすでにですね、今回いただく油そばに関しましては、調理始まっている、いないっていうところなので、とりあえずね、この油そばの完成をもう少々待ちたいと思います。で、こちらのね、ボディーブローさん、油そば。麺がね、極太麺と太麺両方選べまして、前回食べたラーメンは、こちらの極太麺でいただいたので、せっかくですから今回は、太麺で注文してあります。ただ、太麺になると、極太よりも麺量が少なくてですね、まぁ、ちょっと足らないなということで、大以上の特別にですね、小のサイズを2玉分かける2で、約ね、500g ぐらいで茹でていただいております。うわうまそうありがとうございます。いただきます、はい、ということで本日の1杯目ですね、本題は後ほどいただくとして、まずは通常販売しているこちらの油そばからですね、いただきます。やっぱちょっとせっかくなんで、まず麺から。うわうまそう。うん、うわ太麺めっちゃうまいですね。めっちゃうまいですね。あうまうまうわうまい。でもラーメンでもこれ合いますね。ラーメンでも合いたいけどスタッフが極太じゃなくて太麺か。でもこっちの方が好きな人も多い。ちょっと全部混ぜよ。うまっ。とか前回の激辛のあの冷やし混ぜもこっちの麺。こっちの麺。やっぱあったかいのと冷やしたと全然イメージ違いますね。全然茹で時間も全く違う。うん。うわこれまた全部混ぜたら超うまそう。うん、うまジャンクな感じと、あと鰹節と魚粉のこの上品な感じとちょうどいいですね。うん、この太麺がうまいですね。そうなんですね。この表面もちもちとしてるけど、なんか芯は博多ラーメンみたいなポキポキ感というか。ちょっとですね、お店おすすめで、お客様でもこの油そばに合えるトッピングとしてはナンバーワンの人気トッピングということで、この節玉ですね、つけ麺風に。うわあこれ絶対うまいですね。絶対うまいな。うんうまっ。うわめっちゃうまい。めちゃくちゃうまいなこれ。
ば。ボディーブローさん来られる際はもちろんラーメン目当てでね来られる方も多いと思うんですけど、ぜひ2回目とかはね冒険でもいいので、この油そば1回食べていただきたいですね。これめちゃくちゃうまいです。うん、うまい。結構魚介系もしっかり香るんで、パンチあげたい人は辛めとかニンニク増しで注文していただくと よりこうグンと背脂も思いっきりかけてる。背脂やばいですね。なんかうまい。これ僕ボディーブローさん来るたびに毎回こうお土産でね豚買うんですけど、今回もこれ大好きな、これほんと溶けるからちょっと一回食べてほしい。うまっ。ということでですね、ただいまいただいた油そば2玉分ですね、合計で茹で前で 510g の麺量だったんですけれども、ただいまねこの撮影時間が中休み中の15時過ぎ、今日僕の1食目ということで、ごめんなさい、動画とか完全に無視して黙々と食べてしまいましたけれども、一旦ねごちそうさまでしたということで、この後ですねその、10月の半ば頃に発売する予定のつけ麺の試作ですね、実際に販売する際は内容とか若干変更があるかもしれませんが、この後ですねこの試作のつけ麺激辛つけ麺いただいていこうと思います。これがこのつけ汁のベースですね。でも今回もこう使われてる、普段使われてる唐辛子というか辛みっていうんですかね、返しも辛くして青唐辛子とニンニクで付け返して、返しベースも変わってるんですね。変わってます。でも正直その前回混ぜそばいただいた時にその青唐の香りがめちゃくちゃ良くて、もう美味しいもん、さっぱりして、うわー楽しい。うまそう。でまた試作だからこうね、漬け汁用のスープもだんだん詰まってきて、この、ね、湯気の香りがいい担々麺のようなね、この豚の甘みと唐辛子の香りの、うわーうまそうな匂いがしてきました。あちらでは真っ赤な麺丼が見えてますね。うわー真っ赤いな。で前回の混ぜそばはジョロキアとか入ってましたけど、今回は純粋な唐辛子、唐辛子オンリーです。オンリーで唐辛子を改造してで、ニンニクとかはまだ入れないで、あ、わかりました。じゃあベースは酢 で、これで、うわあっか。そしたらね、本日のこの試作のつけ麺が完成しました。で、本当に率直にということなんで、まだ試作なんでね、率直にいただきます。いただきます。で前回もですね、こう来店した際にお話しされてたんですけど、とりあえずこう逃げ場がなくすようなつけ麺ってことなんで、麺もしっかりと真っ赤に辛ネギ、まあ、これもラーメンの時と一緒ですか。ちょっと味とか変更してる辛ネギと、でこの麺ももう全く逃げ場はない状態ですね。でこれまずね、漬け汁につけなくても麺でも食べられるってことだったんで、ちょっと麺だけでね、まあ、ネギも入るか。ネギと見た目だけで言ったらめちゃくちゃうまそうですね。
ただきます。めちゃくちゃうまいです。うん。あー、うまっ。こっちは青唐入ってるんですか？麺丼の方は。辛いかやしで。あ、麺もあえてる。ほんと10ぐらい入れて、軽くあえて。うわー、うまー。あの、後抜けが本当に混ぜそばのような、あの、青唐のいい香りというか。これうまいな。うまい。それだけだとね、辛くはない。そうですね、美味しい。美味しい。つけ麺ベースでも美味しいですし、あったかいまま締めないで出してくれとかってなっても、それでも美味しいような。ちょっとじゃあつけちゃおうかな。で、つけだれめっちゃいい香りするんですよね。香りは。これね、通常使っているこの導入化というか、もう甘みの強いスープを使っているので、まあ、詰めてる分やっぱり、甘みはなんか強く感じる気がするんだけど、ちょっとつけ汁だけで。確かに甘い。あ、でもラーメンのやつよりはちょっと辛みはあるかもしれないですね。うわ、もうすごい麺つかんないぞ。うわ、すごい濃度で言ったら混ぜそばぐらいというか、食い終わる頃には全部タレないですね。でも麺と食うともっと甘くなるかもしれないですね。でも全く唐辛子の苦味とかえぐみは感じないです。むしろ冷やし混ぜた時の方がもうちょっとそのえぐみは感じたかなとは思うんで、よりスープの分まろやかになってる気もしますね。でこんな感じですね。こんな感じです。うわ、うーん、どうしよう、いったまこれつけ汁と入れるのかな。いやでもこれめちゃくちゃうまいですね。味は大丈夫。うん、味はもう最高にうまいです。本当に辛いものが好きな人にとっては激辛というかピリ辛というか旨辛というか、まあ、でも今回も間違いなく辛さで言ったら北極よりはよっぽど辛いです。辛さで言ったらですよ。うわ、でもこれうまもうすごいですもん、辛み方が。これうまっ。せっかくなんでライスもらっていいですか？せっかくなんでね、前回混ぜそばの締めとしてライスありましたけれども、じゃあこちらももったいないんで、ただちょっとね塩分が強いんで、あの全入れじゃなくてちょいがけで。あ、うまっ。うめっ。これうまいな。あっかい。
ということで、ただいまですね、こちら、限定のこれから販売する予定のつけ麺の試作ですね、完食させていただきました。改めてごちそうさまでした。ということで、本日はですね、こちらボディーブローさんで僕がまだ食べてなかった通常のね、油そばももちろんいただきつつ、今後ですね出る予定の試作のつけ麺をねいただきました。今の現状でもですね、正直めちゃくちゃうまいです。めちゃくちゃうまいんですけど、今ねちょろっとお話ししたところ、お店の方もですね、まだまだ改良したい意欲がねもうまじまじと伝わるぐらいでしたので、おそらくですけれども完成して販売する日にはですね、さらにうまくブラッシュアップして販売するかなと思います。気になる方はですね、ぜひボディーブローさんの方で公式のね X とですね、販売の情報なんかが解禁されると思いますので、そちらを確認していただきつつ、今回ですねいただいた油そば、今までねラーメンしか食ったことないよってお客様でも、もちろん初めてのお客様でもですね、ぜひ油そば試していただければと思います。で、改めて、販売開始されたらまた食べに行きたいと思いますので、ぜひですねその完成の動画を見たいよって方は、チャンネル登録やねコメント高評価をお願いします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。じゃあね、ごちそうさまでした。